続き見ます。出席確認します。手を挙げてください。もっとそけってば。今聞かない。この辺蹴ってば。この辺でやってんの。普段ここでバスで蹴るからです。のりこいらっしゃい。ゾンさんいらっしゃい。ホタテお母さん、たけさん、ランランさんいらっしゃい。足の位置がもうちょいな。本家ゴジラさんいらっしゃい。もうちょいな。バタフライテールいらっしゃい。カズさんいらっしゃい。みんな楽しんでいってください。フォローよろしくお願いします。アツいらっしゃい。ジェイさんいらっしゃい。みんな楽しんでってね。よしさんはだって。この動画 YouTube にもアップするんで。YouTube もチャンネル登録しておいてください。もう呪いやってるよ。そうそうそう、蹴ってお互いパンチ出して蹴って。ピーちゃんも受けることで攻撃攻撃光のガードの練習だから空いてたら蹴ってってどんどん蹴ってよ、どんどん蹴ってよ。おいちゃんとガードしたいんだね。残り30秒。ドレさんはラオウだから。もうちょっとそっからね。そう、もっとそっから。ガタイがでかい。ラオウの方が一回りでかい。ケンシロウの方がシュッとしてる。強く蹴ってないんだけど。ワドウももっと外まで。もっと外。もっと外。そう。荒野ロー強かったよ。もう効かなかったけど。要はね、ポイントを蹴れるようにならないとダメなのよ。いくら強くても。ポイントが分かんないのね。威力はあるけど、ガタイの割には。ポイントを分かってなかった。遅いわ、反応が。全部もらってるやろって。荒野はね、リングの上で拳で語りました。ストレートいいじゃん。
攻撃する場所を見すぎ、分かっちゃうから。でテレフォンで相手に教えちゃってるの、今からどこ蹴るって。目で逆の検査とかかけながら、そうそう、そういうコンビでいかない。ジャブロー、ワンツーロー。そう、いいよいいよいいよ。いい、そういうこと、そういうこと、受け返しってやつ。バランス、あ、あの白い方、あの地下格闘技25戦出てるんで、うまいっす、ね、バランスが。今回会長いらっしゃらなかった。じゃあこれはね、あのマスっていうか、うあの約束稽古みたいな感じだから。パンチリトリだな、なおな、うん、いきなり蹴りだと分かっちゃうから、パンチでガード上げさせておいて蹴りね。ここに一人ずつ勝ったのね。いや、調子悪かったですね、体感では。体感では良くなかったね。一人一人ちょっと勝ったのね。自分が、自分が全然できてないから。ランドリっていうの、マススパーとかね、うん、要はあの確認だよね、目を鳴らすのとガードの確認とか。全部鍛えてカットするね。そのためにムエタイの構えをこうやってリズム取ってるのは、来た時すぐ反応できる。ムエタイ足で立ってて急には無理。やっぱりこういう風に少しリズム取ってる。来たら角度は寸止めとは、寸止め、うん、まあまあまあ、まあ本気の戦いじゃないよっていう。で、まあガードが全員できてなかったから、あのガードだけに特化した練習、これ約束稽古だね。ミドルキックもかなり高めに45度に外になる。外で試合がありますよ。試合あります。配信者の格闘技があるんで、ついたらすぐ行けるね。今度は攻撃しないで、俺が左右、最初は順番に蹴っていくから、はい、来たものをカットして、はい、しっかりね、はい、45度にちょっとやってごらん。そう、そう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 、こっち側がもうちょい外、もうちょい外、思ってるより外。配信者が集まってやってますね。ちょっとじっとしてて、カットしないで。蹴りたいのはローキック、ここなの。はい、ここでもない。ここだと自分のすねが痛い。蹴りたいのここ行ってんの、はい、これをカットするように上げてもらう。そう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 、別にこんなことしなくていいから、ただ上げればいい。顔面もちろんありっす。もっとなんかガードしないと危ないっていうよりも、はい、聞いて歩けなくなっちゃうって感じで、すね壊れちゃう。壊れちゃうっす、やばいっすね。なんかこの前スパイルやってて、あれを故意にできるようになると、ディフェンスもオフェンスな攻撃になるのね、はい。順番に蹴っていくから、難しいことが来たら蹴る、はい、その時に、はい、手でバランス取ってる、はい、こっちだったらこっち、はい、こっちだったらこっち、はい、いくよ、はい、こういう動作です。ただ上げる。そうバランスね。ハル君飲み込み早いんだよな、すぐ覚える。言ったらすごい、ね、一発で立てなくなりますよ。何回も一発で立てなくされました。自分で蹴ってダメになったこともあるし、内側のすねで迎えに来てここ内側蹴って。でもね、勝さんはね、あの実は正解でもね、あんまり言いたくないんだよ、対戦相手のことは。あの対策されるのが嫌だから。だからね、正解とだけ言っておく。あの多分見てるんだよ、前回の青山の動きを。正解だけど、俺はあんまり言いたくない。あの対戦相手の情報取られたくないから。もう試合近いからさ。いや、どれさんですよ、教えてる人。深夜食堂、どれの深夜食堂。でも正解だよ、よく見てる、勝さんは。でもあえてそのインファイトは肘膝あるっていうことを言っておくのも牽制になるんだよ。試合近いからさ。これで、ついたら今度自分の攻撃ね。ついた。人間なんです。これができないと、最初のラウンドで上手い人は、マイナスの
ローキックを狙ってる、左右に。左右。これ3発もらったら、もう足が効かなくなる。そのジムの人やってたっすね。あ、いいよ。コメントは自由だから。あ、そう。俺がね、喋りたくないのがそこなんだよ。ひじひざありなんです。ムエタイルールね。だからそのためにカットしっかりやってた。違う違う、ヒカル君はガードが下がってたからガードの練習をしてんの今。そう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 。こっちそう。そう。行くよ。ちょっと動かないね。ここを蹴ってくるわけ。ここに蹴られたら効くから。それを上げて防ぐ。行くよ。そう。こっちは外。こっちはね、こっちが外。なんで外かっていうと、まっすぐ上げて。持ってかれちゃう。足動かなくなるよ。歩けなくなる。縦難しいんだよ。肘もありなんだよ、ね、肘式さ。むずいよ。狙ってけと、ここが痛い。ここが痛くない。軸が全てですね。体幹、体幹ですね。そうそう。体幹。素手で蹴られたらすごい痛い。こうじゃなくて、ここで蹴られてる。体幹がいい。本番はね、すねのガードつけますよ。もうね、ポンって掘り出る。ここから先でポンって。そうそう。OK。まだできてるから、ね。はい。じゃあ一回水入れて、はい、あのスパーリングをやっていこう。はい。切っときゃあるし、なるべくつけた方がいい。はい、なかったらワゴンのみんなで借りて。ほんまヘッドギアだけなし。で、防具はプラスされて、筋的と、肘と膝がつく。全員タバコ吸い始めるっていう。肘やり怖いっすね。肘にもガードはつくんですけど、ドレさん優しくゆっくりその人に必要なものを教えるね。ドレさんは怪我もしてますよ。みんな骨折2箇所してやっと治ってきた。みんな怪我だらけです。面白いっすよ。やっぱ年齢も実力もバラバラだけど、みんな一丸となってやってるんで。青春。左足の小指を折れたのと、これ完全に折れたね。で、右のすねっすね。右のすねが剥がれた。ドレさんすごいよ、体。昨日は誕生日おめでとうございました。試合、ああ、全然全然、ヨシさんありがとう。ありがとうね、ヨシさん。ね、皆さん、待っててくれたんで、スパーリングをちょっと、まあ、怪我しないように、それぞれのレベルに合わせて。まあまあ、まあ、下手だからなんだけどね。ツイッターでアップ、何をツイッターでアップするの、ハリセンミノルさん。ちょっとずつ、何をアップすればいいの。こういうね、ガチンっていうのはいらないんだよ。スピードとタイミングでいくかな。試合は、便所太郎さんのツイキャスでやります。それに合わせて、ディフェンスをして、自分でコンビネーションの中で、組み立てていくっていう。画質が綺麗だからそう見えるんだと思う。そうな練習をね。今、ドレさんは、金前さんのツイキャス、左のポールのところに立ってあるんだけど、携帯だからだろうね、多分。角度とかが、こっちは三脚立ててるから。声は出ないよ、試合、あやちゃん。試合はね、6月の10日。寝技ありだとね、総合ルールの全然戦い方変わるからさ。
でも寝技本当は総合ルールも入れようって話だったんだけどね、ムエタイが多かったの。試合はね6月の10日です。 T 君さん、ジャブロー、ワンツーローっていうのね、ワンで、これワンツーミドル。社会人になってから和田さんに花火あげるので、ああありがとう、楽しみにしてるね。ロータリーさんこんばんは。剣だと剣だけになる、あれは見やすいから。逆にあの中にパンチが入ると、はい、やっぱりいやなしなし、はい、ダメダメ、だけどダウンでもうポイントだから、はい、俺170ぐらいだよ。マネタもこんばんは。コンビネーション、タンダはダメ、一発当たった、一発当たったっていうのもね、はい、なんかで、もう機械ができるはずね、それをやんないとできないから、はい、膝はつけてないんで合わせるだけね、はい、だけど転下をやってみたい人、はい、組膝、10秒でブレイクさせるけど、試したい人は試してみて。フリーノックダウンなのかな、うん、でもね多分すぐ止められると思う、レフェリーに。もう実力差が明確だったら興奮したらガッツリいっちゃう。今日でも大丈夫だと思います。どうなんだろう、テルチャンピオン弱くないからね。じゃないと相手にも返されて怪我する。最初どの順番でいきますか。さっきの順でいこうかな、はい、で俺どうする、2ラウンドずつやりたい、それとも1ラウンドでやりたい。あ、そうなんだ、3万通ってんだ。まあそうですね、1ラウンドずつでやりましょうか。いや、ナッシュの方がいいし、グローブは8オンスの方がいいって提案してたんだけど通らなかった。それはルール決めた俺らじゃないから。試合は、夜でしょ、夕方でしょ。そんなに全部通ってたの知らなかった。辰彦さんまた入ってたね。オープンフィンガーは薄すぎるかな、拳を俺骨折しちゃうと思う、多分。これは8オンスがちょうどいいと思ってる。あ、ありがとうね、ヨスさん。うん、嬉しいよ、ありがとう。32歳頑張ります。2分30でいこう。考えながらやるために。2分30。ちょっと2分だと短すぎるガチャガチャって思うから。試合もうチケットソールドアウトでしょ。立ち見席、まあ朝から並んで立ち見席入れるかどうか。350席全部売れてるから。立ち見席、当日の立ち見だけでしょ。あ、いや、金馬さんはあれでお酒入ってない時、あの、全然温厚な人だよ。まあ、今みたいな感じ。シャイなんだよ、すごく。ピンクのグローブは東京先輩って言って、この会場を借りてくれてる人。で、捨て頃のイベントのリザーバーですね。トレさんの言い回しも言ってた。40枚出るんだっけ、当日は。そうだね、怪我はね、やっぱ一生残っちゃうからね。まあでも怪我させるのがね、格闘技だから相手を。難しいよね、やっぱ。この白い人は強い。25センチ格闘技やってて、格闘技大好きで。もともとドレさんとか俺の放送をずっと見てくれてる人で。だけど、その、なんかずっと、その、なんつうの、俺がまた経験なかったから、格闘技の教えてあげますよって言ってくれて、で仲良くなって、で配信もやってる人、うん、でその便所さんにも認められて、あの選手が怪我したら代わりに出る人だね。まあ一生の思い出だよ、本当に青春だよ。30過ぎて青春できると思わなかったよ。練習でも怪我してるよ、与田物さん。みんな怪我してるよ、そういうもんだよ。細かい打撲とかも入れたらね、捻挫とか打撲とか。今日もね、足グネイルがちょっと出てごまかしたけどやばかった。頑張ります。さあ次かな。こっからはあのスパーリングです。ヒカル君スタミナすごいよね。
いや、汗すごい出ますよ。吹き出ますよ。顔面のダメージだけちょっと怖いんで。気持ちいいですよ。そんなに打ち込まないでね。むしろスピードと正確性で。はい。今日のテーマコンビネーションだ。はい。ヒカルが返した分だけ返してくるからね。はい。で、カットしないとローキックも徐々にその。単血王さん、それは、俺に言われても困っちゃいます。ひじきが。今日も膝一発もらったけど、使ったですね。しっかりカットします。じゃあ、声をお願いします。はい。2分半。はい。始めます。はい、お願いします。いやー、どうだろうね。わかんないよ、自分では。ヒカル君が構え変えたんだよね。この左手が前に出るスタイルに変えて、超やりづらかった、今日。この構え変えたんだよね、ヒカル君。ヒカル君はガードもともと超うまいよ。綺麗だ。そうそうそう、いいぞ。知ってる、今のいいよ。パンツから蹴り。ガードは高いよ。高い。あ、そう、スタイル変えたの。縄跳びで柔らかくなって、フットワーク使えてたのに、フットワーク使えた。そう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 、そうだ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 。あのね、結構カメラが上から撮ってるから、すぐんで、すぐんで。迫力があるんだよ。攻撃ではないね。ガードが硬い。で、それを左手前に出すことによって距離感を狂わせる戦い方に変わったの。ちょっと進化。結構全然まだエンジンかけてないよ。そうやりづらい。この人は東京先輩っていう人。相手が攻めてこないのか、コンビをもう一回同じ行け。スワッチの生主さんだよ。東京先輩かな。大阪先輩か東京先輩か、どっちかで検索してください。もう一回コンビネーション。おい、もう一回。うまいよね。はい、キックも狙えた。はい、キックもいいぞ。東京先輩、強いよ。打ったらすぐ下がる、そしたら。はい、痛いよ。わかるでしょ。これで怪我するなんて無理がある。ピンクの人、総合もやります。ただ一発で終わんないで、打たれたら打ち返す。うん、ナイス、いいよいいよいいよ、いいコンビだ。残り30秒。ああ、そうです。結局気をつけようかな。はい、試合だとあれになっちゃうかな。はい、コントロールできないと技じゃないから。はい、いいよ、今のコンビなんかいいよ。できれば最後蹴りで終わってほしい。はい、機械は俺の言ってること分かってるな。ありがとうございます。うまいね。もう一ラウンドいける、ワード。はい、続けて。ですよ。ありがとうございます。ちょっと1分間置こう。痛いっすよ。まあアドレナリン出てるからね、戦ってる時は大丈夫だけど。横隔膜を開いて、今日もね、鼻から吸って、胸を開く。荒野の金敵が痛かった。酸素を入れて、1分で、2回目、フォローして、いらっしゃい。ずっと待ってんじゃなくて、ゆっくり歩きながら胸郭開いて、鼻から吸って、口から吸って。ごめん、ありがとう。心拍数を元に戻す。はい、1分間、そう、試合の時に。やらなきゃいけないのは心拍数を元に戻す。荒野が俺と戦いたいって、昨日の件で。拳で語り合いたいって言ってきて。緊張したな、ヒカル君とやろう。ああ、ありがとう。誕生日、32歳になりました。ありがとう。ありがとう、フォロー。楽しんでってね。金的ガードつけてないよ。うん。金的結構入りやすいね。始めます。OK。始めます。カンテやる、カンテ。お願いします。始めます。コンビだぞ、コンビ。から頭振れ、頭振れ。じっとしてないで、少し頭振り、そう、体をじっと振り、そう、
そうだそうだ。我が目標、燃えっぱじゃないぞ。そういう単発じゃない。手から行く、手から。ここからちゃんとカットしないと、もろを効いてくるぞ。はい。今緑で終わったらよかった。はい。黄で終わったら。タル君強いから嫌だよ。基本的にみんな強いかんな、俺より。入るから乗っけられちゃうんだ。はい。おい、下がいけ、下がいけ。見合っててもしょうがないぞ。どっちも怖いんで行かないと。右手が邪魔、左手が邪魔なの。はい、いいえ、今のいいぞ、いいぞ。そうだそうだ。おい、いいよいいよ、それ技術あんだぞ。払っていくの。力すぐ使えたの。今のコンビネーションもいいぞ。はい、はい。力スイッチ入れろ。膝で膝、膝で膝、膝で膝、左。そう組んだ、左だよ。背中を攻撃しちゃいけない。タイガーは強すぎる。ダメ。背中を攻撃しちゃいけない。怪我する。こっちの膝今だ。レクシーいらっしゃい。もう一人作る。いや違う、あのね、戦いムエタイ式にちょっと片手を変えたんだよね。距離感を測るの。まだまだ。多分ね、蹴りが武器だから新しい指導が入ったんだと思う。今井さん出るよ。これ本当邪魔だった。これだ。これ効いたんだ。この後のやつ。まだ進むな。おまけ悪くないんだぞ。ポイント的に同点だ今。あごめん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 。あれあれ結構。わざと悪くなかったぞ。なかなかいいテクニック。マスピース息しづれ。ちょっと疲れよな。おはようミーカ。ミーカ。このスタミナ上げる練習だから。金杯。ガンダムかよ。さすがだわ。ガンダムがいる、ガンダムが。俺キンちゃん、ガンダムがいるよ。キンちゃんはスパーリング形式で攻撃してて攻撃の練習。分かった。次入らないからなしで。いやいや、なしヘッドギア、頭がでかすぎてヘッドギア入らなかったんで。まあいいね、多分大人用だけど。ザクでしょ、ザク。左腕がザクだよね。なんてつけたんだよ、じゃあ。え、入らない、入らない、ヘッドギアはないもんだって、試合は。練習だからヘッドギアつけてんだよ、みんな。よし、行きましょう。カーンって。金梅さんはね、当てる癖つけたらめちゃめちゃ強いと思う。パンツがすごいジャブ綺麗なの、これ。ジャブがね、すごい綺麗なんだよ、ほら。で、ただね、ま、人のこと殴ったこと多分ないんだと思うの。ほら、当てないんだよね。当て癖がないんだと思う。優しいからさ、金梅さん。俺も最初の頃そうだったんだけど、どれくらい強くやっていいかわかんないんだよ。俺も気使っちゃうけど、そうそうそう、だ打ち癖がないんだと思う。ジャブ綺麗だよ。はい、はい、フォームすごい綺麗な、パンチが。そう、遠慮っていうか優しいんだよ本当に、金梅さんって。あ、ありがとう、ジェイさん、ありがとう、誕生日でした。今さん優しいよ。
そう。何もしてないのなんでよろけてる。おいおい、表にミキック炸裂つける。おい、ミドルキック、ミドルキック、ミドル、おい、向かい、おい、向かい、おい、チェイ、おい、そう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 、すごい感度、そういうことだ、そうだ、これぐらい速度見るのいいんだよ。おい、もっと膝先をボーンって蹴り出す。そう、一回めっちゃ寝れる、よく言われる。倒せないでよ、言ってこい。残り30秒しっかり言ってこい。倒すつもりで、そうからロッキー、パンチから、パンチからロッキー、えい、ロッキックいいんだよ、キンボさん。おい、聞いてきちゃった。今日倒れたら面白い。聞いてきちゃった。遊びっていうかね、俺も最初の頃そうだったんだけど、どれくらいの強さで蹴っていいか分かんない。怪我するんじゃないかとか、相手怒るんじゃないかとか、分かんないんだ。やってくうちよ、分かるんだよ、手加減とか。どこまでやったら怪我する、どこまではやりすぎって分かんないから、極端な手加減をしちゃう。インバイさんはセブンさん。いや、ローキックいけんよ。そうっすか。ちょっとずつ悪かったな。パンチとかさ、すごいコンパクト、一番いいのかな。めっちゃ綺麗。あとはその当てること。やっぱこの上着かっこいいな。今やったらほら、当たる前にこういう風に。誕生日プレゼントで。ミュールからもらったんだけど、この上着かっこいいよね。あそこのコーチ、いいコーチ。サンマー始まった。なんか和道からって打つと怒るんだよ。和道から見に来たよって言うとサンマー怒るんだ。和道じゃねえよって。和道から打つと怒る。その感覚だけな、はい、かっこいいね、これね、はい、反応できるよ、はい、今夜は本気でやってたよ。あっちも軽く当てて、かっこいいよね、この上着。わざわざアゴ引いとかないと、2人ともやっぱり打ちたいってなるとアゴが出るから、あそこ立ち込むのが簡単、面白いのうまいからね、はい、1回ちゃんとグラッとくるよ、はい、わざわざ今日調子いいんだから、そのままコントロールして、あんまりこう真っ白になってわっていかないで、はい、さっきみたいにコンビって言ったらコンビ出せるんだから、はい、これをどんどん試す、はい、インローもインロー受けられないんだから、はい、相手にダメージを与えるやり方じゃない、スピードとタイミング、タイミングを合わせる。始めます。はい、はい、グローバーして棒立ちも膝が硬い今日。いや、ポンプは入れられてないけど。荒野とのは最後ですね、SR さん。まだです。いや、もうちょっと行ってよな。もうちょっと行ってよ、スパーリングなんだから。結構フリッカーとかやりづらかったんだ。打たれないと来ないから。ポンって入れてやったら、少し早めに。これ痛かった。そうやってローキックのカットができれば慌てる必要ないんだよ、今みたいに。いや、もうちょいガード上げないとダメ。もっとガード上げない。腕のガードね。カットしたらすぐ攻撃なんで。ぜひぜひ楽しんでってください。ガードがちょい低い。おい。1分経過。そう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 。当たったらすぐそこにいない。ヒットアンダーウェイね。やっぱ光ちょっと強いかなってる。ちょっと動きが深いな。前もちょっと柔らかかったんだ。そうそう、あと絶対そのコンビネーションだよ。
パンツロー、パンツロー。今日はいいよ、すごくいいよ。すごくいい。今まで一番いいよ。だからそんなまっすぐ顔上げて、顎上げて入ってったら簡単もらうぞ、お前。パチンコ打たないだけなんだから。頭振って入ってくる、頭振って。東京先輩経験者、高格闘技25戦出てる。そう。お、うまい、ナイス。いいぞ。明日で失敗した。いいぞ、あと。残り30秒。健さんいらっしゃい。今日は調子悪かったよ。今日ダメだった。あ、さっきのは、さっきのは違うの。さっきのは、あの、マススパーって言って、こっちが本ちゃんのスパーリングの。そうそう、派手な服着てるの僕です。いや、今日はダメだった。一番よく手応え感じたのは、公園でやった達彦さんってやつが最高に良かったんだよね。超強くなったと思ったんだけど、その後がグダグダになったから。いや、あのね、思ったより、自分の、なんつうんだろう、ペース作れなかった。いや、っていうよりも、その、一番良かったやつ後で見せるよ。あれが一番上手かったっていうのがあるんだよ。うん、あれちっちゃいんだよな、多分な。ボクシング痛いよ。そう、いや、睡眠とかじゃなくてね、単純にあの いい動きができなかった。かかと落としはね、実は牽制の技でね、攻撃じゃないんですよ、あれじゃなくてやられちゃうよ。あれは不意打ちみたいだね。あ、柔道だった。柔道強いですよ、でも。女の子だからね。今回のテーマは冷静になることだったから。そうそうそう。こういう時こそやる。キンちゃんもできる攻撃全部やったわ。ローキック強いんだな。手を出さないとやられちゃうよ。手を出さないと。いいじゃん、ジャブいいじゃん。カル君が攻撃変えてきたんだな。だけど当てないと意味ないよ、ジャブも。黒の人、あ、黒い人は、あの、そう、ラオウみたいな体してる人は、格闘技25戦やってる人。当ててごらん。ヒカルじゃないよ、キンちゃん。当ててないよ、そんなヒカル君強いよね、ライトニング。1分経過。運動神経がいいの、ヒカル君は。シュッシュやったらダメだ、当たんなきゃ。あれ、俺金馬さんってやんだっけ、この後。おい、ナイスロー、いけいけ。ヒカル君相当手加減してる、これ。ヒカル君はもっとすごい。いいね、ガード硬いのいいね。楽しいよね、スタミナもあるよ。おい、ナイスロー。いいね、顔面触ってごらん。そこでいくら振ったってしょうがないよ、振らないと。金梅さんに打たせようとしてるんだよね、ヒカル君は。打て、顔打て、顔打て。足元は、うん、滑る感じかな。だから最初の頃みんな滑る頃によくやった。当ててごらん、とにかく集中して。左手前に出すの俺は攻略できたんですけど、嫌だったっすね。ヒカル君最後の方やってなかったけど。右ストライク当てろ。そうそうそう、顔狙ってくる。ガードは常に上げといて、もらった時の防御。今、うまい。おい、いいぞ。ナイスロース。いけいけ。打て。あれいいね、あの構え。俺はやらないけど。あれ良かったよ。届いてない、届いてない。当てろ。
ッケー。ちょっとムエタイ、ムエタイっぽい。疲れて、いや、なかなかいい構図だったよ。手を出したいんだけど。いや、ローうまいです。俺もうやばいっす、うん、ローうまかった。いや、パンチもよかったよ。あ、頑張りまーす、ペロペロから。ちょっと水入れて。いや、迫力と音が違うのはボリュームの問題です。マジさん、マジさん、ボリュームの問題です。ヒカル君のさ、左手あれやだ。これ慣れてないからあれだったけど、両方使い分けたさ、1ラウンド2ラウンドでさ、両方とも使ってるやだよ。次こっちだよ。距離感距離感。今日はね、先にサミングで落としてね、はい、あれはすごい高度なんです。あれは伝えるから。あれが邪魔で練習しないと。単純なこと、邪魔だから弾けばいい。はい、あれ何発も決まる。前さ、いけるっすね、マジで。これいける。パンチがいいね。届かないけど、ね。ローがすごい効いてる。ローが効いてる。ここまでいってんのが入る。いや、かなりコンパクトで、ね、シャープなパンチ。あれ当たるようになったらね、相当脅威だよ。そうですね、脅威です。いや、マジでうまいっす。綺麗です。で、ローキックで足に集中してると、ちょっと前からみたいな。その時パンって当てたらいい。当たるから。ロシアンフックは教えてもらったんだけど、当たって試しがない。あれはね、相当技術っていうか駆け引きがね、うまくないと無理なの。あれただ大振りのフックじゃん、言っちゃえば。だから、その試合を組み重ねて、下を打って、意識を下げたところに打つから、魔法がかかるんだよね。ロシアンフックはね、魔法だよ、あれ。頑張ります、ケロケロさん。トレさんってどれくらい強いんですか？あー、ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。ありがとう。手が出せない。テルチャンピンね、頑張るよ。届かない人。ドレさんの強さは、まあ見たらわかるよ。もう圧倒的に違うから。相手は顔を狙って打ってくるわけ。ってことは、相手は相当強いと思ってくる。5センチずらせば、もう当たんないんだよ。もう怪我してますよ、ケンジさん。痛いっすよ。特にプロとやる場合は、正確にやってくるから、ちょっと今日なんか膝がもろに入って苦しいっすよ。病気もまだったね。はい、状態です。絶対外して。顎さえ隠しとけば。覆面を外して、もう勝ちたい。覆面？肺が止まっちゃう。逆にローキックあいつもらったら危ないよ。本当に。そうですね。ウェアね、誕生日プレゼントで買ってもらったやん。そう。これ、ウェブで欲しいって言ったら、あれ買ってあげるって言ってくれた。あれは苦しいっすよね。プワカーンは世界チャンピオンレベルだからね。気迫。え、和道さんが相手倒そうって気迫。もちろんもちろん。むしろね、俺はそれが強すぎるって怒られてるの。パラレンさん、どうぞどうぞ、楽しんでてください。面白かったらフォローしてね。この動画 YouTube に上げるんで、YouTube チャンネル登録お願いします。画面の下に出てるチャンネル登録の URL を押してください。そしたらこの動画見れるんで、いつでも。あとはもう今日は意識してローも見逃した部分も見ることができます。意識してやるしかない。いや、それでやって怒られたの前回。それで体力ボロボロ。あのね、ミノルさんね、見た方がいいよ。俺殺気が強すぎるって怒られたから前回。今回は冷静に戦うのが。だけどなかなかそれぞれみんな仕上がってる。マスクしてもいいけど、耳とかに引っかかるし邪魔だよね。ダメだよね。あ、走るときとかいいだろうけど。あと、マウスピースつけて練習するのがいいよ。マウスピースも呼吸苦しくなるから。戦うときにマスクつけてたら、まあ怒られるよ。普通だと。初めてなんだ。真剣にやったの。30秒ですかね、30秒。倒しましょう。それも強いよ、それなりに。
ドルさん、体の作りが違うの。あのね、ヒカルたちはさ、今試合で戦う人が練習で顔を合わすんですよね。先週ほとんども前回は呼んだけど、俺の対戦相手はほとんど合わせてないよ。練習では一緒にやってない。これは全部対戦相手が、まあ、怪我したさっき強くっても冷静で、まあ、俺もてもらうんだけど、ミノルさん前回のやつ見た、ね、前回のやつ、ね、前回のやつ見たらわかるよ。スパーリングがあるんだよ。だから荒野は最後もうずいさん明日のためにこう自分のコンビネーションが何なのっていうのをしっかり試しながら、いや、あ、前回は女子は普通に良かったよ。あのテルチャンピンが笑い声を入れてたんです。みんな楽しみだよ。あの光対ミノアマン見た、絶対見てね。光は引退じゃないよ。金ちゃんもやるかもしれないヒカルくんとやってから自分に自信が持てるようになったんで、ヒカルくんには感謝してますね。ヒカルくんとの練習でそのあれ強くなってるって感じ始めたんですよ。4万レンズでやってるから俺は明日今ちょっと見学に行かすな。ミノワーマンは分かんないセコンドでしょ。やっぱりさ、俺たちは素人の技術ないんだよ。そしたら何をお客さんに見てもらうかって言ったらさ、もう気持ち見てもらうしかないんだよ。もう俺たち技術ないんだからっていう気合をさ、やっぱりどん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 見せてほしい。金梅にも光にも和道にもさ。和道は今日どういうわけか調子いいんだよ、すごい。え、今までやったことがだんだん形になってみないの。いや、怖いよ。ヒカルくん強いから怖い怖い。俺も怖いよ。ドキドキする。今何時かな、怖い。9時21分です。あ、そう、じゃあぼちぼち。もう一つだけやって小屋入れて締めるかな。小屋 VS どうだろうね。自分だと分かんないけど今日調子悪かったっすよ。今日は全然ダメでした。トーナメントじゃないよ、一人一戦。やるか。はい。頭良くないよ、コブラ。やめてよ。ハルくん気持ち強いよね。レフェリーは和田レフェリーって言って、K1 とかに出てるレフェリーで、有名なプロのレフェリーで、ドクターもプロのドクターで、大丈夫です。ハルマフジいらっしゃい。優勝とかはないよ。 MVP はあるけど、俺らはプロじゃないから3分3ラウンドでもゲロ吐くレベルなのね。もう無理だって言われてるの。普通は3分1ラウンドが普通なんだけど。画面越しありがとう大輝さん、バカありがとう。構成ね、どうなんだろう。今度はドレさんとヒカルくんか。バダレフェリー。だからレフェリーは全然問題、むしろすごい、すごい本格的なレフェリーですよね。有名な。テレビで見たことある人だよね。そのために縄跳びやったりして。あ、辰彦さんありがとうございます。リングレンタルしてくれたの辰彦さんなんで、皆さん辰彦さんにパチパチお願いします。あと辰彦さんも生主なんで、辰彦さんの生放送もフォローしてください。辰彦さんがこのリングを借りてお金払ってくれました。ピンクのグローブの人です。皆さんパチパチとフォローお願いします。辰彦さんに。辰彦さんのおかげでこの動画が見れるので、ありがとうございます、辰彦さん。白いのが強いっていうのは多分辰彦さんのことだよ。
いや、今コメント打ってくれた達彦さんね。こっちはこっち、右ストレートはこっちでしょ、はい、あ、白いのどれさんのことかな。考えたっていうか、冷静にっていうか、クレバーになりなさいっていうのが俺のテーマだね。今日疲れましたね。ま、ゲロ吐いてました、ほんと。今日調子悪かったですね。そうそう、黒ってグローブが白って意味なのかな。ドレさんパンチ早い。ヘビー級なのにフェザー級並み早い。出ていきましょう。出ていきましょう。おい、ヒンドさん、読めねえ。強いよね、ライトニングさん。俺の師匠です、格闘技の。53歳だよ。 MVP はいい試合でしょ。いい試合、一番した人、沸かせた試合でしょ。全部重いよ。いやー、あれ痛かったろうな、ミドル。53歳かな、今。30代に見える。30代後半ぐらいに見える。いや、奥足インロー見てて、この試合で多分やるから。要は、前足のインローは俺もやるんだけど、奥足インロー蹴れるのはドレさんだけだから。後ろに下がってる足のインローをしてくるの。びっくりするよ。あれ、お母さんインローやんなかった。53歳だよ。驚異的な体だよね。いや、早いんだよ、ドルさん。すごいよね。余裕があるな、そうですね。はい、余裕があるな、体力的に。あれが落ち着いたら試合の時に。はい、わかりました。この服かっこいいな。背中もかっこいいな。はい、まずは中継です。やっぱ服がいいから動きがいいのかな。ハル君強いっすね。おっしゃ。回転ね、パンチの強さで、はい、スピードだけ。いや、日系人みたいな体つきって日系人でしょ。日本人なんだから日系人でしょ。日本人系の略して日系人でしょ。ドルさんやばい。そうそうそう。テーマ。あとはどっかのタイミングで切り込んでいかないと、もう主戦一本になるぞ。トップギアで上げてきたよね。蹴り痛え、もう。ああいうのが入っちゃうと、3発。そうだよね、総合っぽい構えだよね、ちょっとね。前傾姿勢のね、タックルも取れるっていう。あっ、これめちゃくちゃ。ちっちゃいんで大丈夫ですか。あ、そういう意味か。うまい。はい、はい。ちょっとロープ緩いんで、ちょっとね、危ない。後ろに落ちた。1分経過。ね、トップギアっすよね。すげえ、コンパクトで重いパンチを。パンパンパン。ちょっと今日、なんかロープ緩かったんだよね、いつもより。プレッシャーが半端じゃなかった。あと、体入れ替えない。クリンチだ、その時は。ついていけ。はい、タスクいけます。いけます。チャンスチャンスチャンス。この戦い激しいぞ。気が入る。大丈夫。残り30秒。下に動くとやられる。もういい、打たれてもいいから行け。ワト行け。
け、ここだ、いけ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 、おい、うまいな、ずっこけた。いやー強いよ辰彦さん、ね、プレッシャーが半端ない。うぇっ、金ちゃんの持ちていける、はい、大丈夫です、なかなかワード良かった、マスキー飛んじゃったね、うん、あれぐらい期間もね、落ち着いてるというのがね、あんまバタバタしても、もうあれだ、金ちゃんのものだってもらえるかも、はい、東京先輩だもん、東京先輩あの幾何学闘技の選手だから1ラウンドで3分動ければいいから、あのスタミナのトレーニング一切しないの走るのとか筋トレ大嫌いらしくて1分だけ強くなるっていうことに特化してるらしい。あ、そうなんだ、 MVP 弁蔵さんが決めんだ。いや前回も入ってたよ、左足でもまあできると思いますけど、威力は出るかどうか。いや前回の和道というか、今回はだからその前回は蹴追いすぎとその減量に失敗しああなっちゃったから、本当は3分3ラウンド戦えるはずなんだよ。前回が調子最悪だったの、今までで一番悪かったって言ってたんだ。ナイスだ、ここまで踏み込んで当たるよ。今良かったっすよ。2時間かな今糖分取ってるから頭動くから。金前さんやばいよ体調でも頑張ってるよ。光くんがちょっと本気っつうか、さっきよりも強く打ってるね。光くんうまいよ、うまいっすか、強い、身体能力高いし、なんか当ててごらん、教えたことすぐ飲み込むんだよね。このラウンドで一発でもいいから、そう、ナイス当たった、うまい、今の距離分かったよ、金梅さんナイス、ワンツー、はい、ワンツー、すげえ綺麗な、金梅さん普通にパンチのワンツーで言ったら一番綺麗だと思うよ、なんかボクサーみたいなんだよね。金梅さんなんかネタだろうとか言ってる人いるけど本当に綺麗だよ。ジャブ、まあ、ローも引いて、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 引いてる、右ストレート当てろ、何回でも出した、それまで打て、パンチ打て、右ストレート、おい、おい、ナイスピード、おい、ナイスストレート、いいぞ、引いて、引いて、おい、よくなってきた、よくなってきた、そうっすね、そうっすね、前足重要っすよね、前蹴りね、おい、うまい、ナイスカウンター、いいぞ、いや、最後難しいんだよ、引いた立ちで終わる、難しいのよ、おい、おい、右ストレート、右ストレート、下向くな、やめてやめてってなんだよ。やめてってなんだよ。ちょ、水入れよ、みんなで。うまい、マイさん。マイさん、うまい。はい、皆さん、ま、お待ちしてた人、お待たせしました、荒野 VS 和道です。お待たせしました、荒野頑張ったよ、荒野にバチンバチン蹴られた感じ、来るよ、終わりでいいから、上がりで、あ、ローにストレートめちゃめちゃいいですよね、ジャブでもステップインストレートね、
いいっすよね、実はカウンターでしょ、多分打ち終わりじゃなくてカウンターだと思うけど、あ、でもローはカットするのが基本だから、それやるとドレさんに怒られると思う。実は潰せますよね。今のスパイがいいです。いや、めっちゃうまいです。あ、感情が厚くなってる。うん、2本目めっちゃストレートボンドってました。一発な、え、わざとやられてない、わざとやってないですよ。一発いいカウンターって、何のカウンターは、はい、いやー、頑張ったよ。163センチでさ、あの体型で挑んでくんだもん。メキシコか、やばいな。じゃあ、これがつけてるな。これもそれつけな。宿命対決。ワノーさん VS、連日お騒がせクソガキ、こうや。素では危ないっすよ。インディアの対決。どうですか、ワノさん。勝てるかな。まあ、相手は強気ですからね。そうなんで、ちょっと加減しないけど。若手後半ですよ。余裕だとか言ってましたね。タイトルも全然違う。こうや頑張ってたよ。すごい誕生日だよね。まあそうっすよね、死にますよね、ストリートは。なんかめっちゃあの声の方がみんな応援しちゃってワダさんも悪者みたいな。あ、全然大丈夫だよ。大勝なの？マジで？新宿で。どの辺だろう？どうだ？やる気は？あ、カズレチェ！ぶっ飛ばしたよな。うわ、当時のライバル視してんの俺のこと。全然ジャンルすげえんだよ。お前が思ったんだな。男らしくぶっちゃくすけろ。はい。差しで。男なら差しでやる。お前が言うのかよ。じゃあ、ボールさん、誰も助けてくんないぞ。3分使うの、はい、2分。1対1だな。2分半で。2分します。ちょいさん、2分半でいい。2分でいいな。2分でいい。ちょっと待ってください。1回セットします。口だけすごいよね。本気でいくよ、お前。殺されちゃうぞ。はい。よし、じゃあ行きますよ、皆さん。皆さん、じゃあ、よーい、スタート。ツイッターでも流れてる。しょっぱなから、おい、おいいぞ、おい、おい、おい、本気で蹴ってきてる。いい、もう進みに行く。すげえな、ちょっとマジでこうよ、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 おー、ナイスアイ、おー、頑張ってたよ、こうよ、おい、おい、いいわ、おー、どうした、おい、おい、何秒？今1分20秒。あと40秒しかない。あと1分20秒。ああ。2分半なんでよくない？うん、まあ、一応2分にしたんで。大きく狭いってるの大丈夫か？はい、ラスト1分行きますよ。7 6 5 4 3 2 1
い、最後グローバーしてたんだ。頑張った。ありがとうございます。さすがにボコせねえな。頑張ったよ。大家はでも勇気出したと思うよ。ちょっと喧嘩っぽくなったじゃん。昨日うちだな。もうちょいやった方がよかった。なかなかお前男らしいじゃない。よくやったよ。いい戦いだった二人とも。弱い者泉ってだって荒野がやりたいって言ったんだよ。勇気があるよ。すごい気持ちがやっぱ強いよ。まあこれで水に流せたら言わないけどな、昨日のまあワードも言いたいことあったんだけど、まあ拳で次はまた声らしくでまたちょいちょい加減なしは無理。あと2回あるから。これ1回だ。いやさ、もうちょいやれと。もうちょいやった方がよかった。いやでも体格が全然違うのに思いっきり蹴って頑張ってたよ。こうやそれで試したくなったんだ。いやでもちゃんと蹴ってたよ。芯を蹴れないだけで、あの本気で蹴りは入れてたから。こうや多分足痛いと思うよ。いや俺が使ってる、俺とドレさんは自分のだけど、あの右の棚にあるんだよ。グローブとか備え付けで使っていいの。だから、ヒカルくんと金梅さんは、あの、借り物だね。素人だよ。こうや、武器ありだったら本気でやるわ、俺。これであの、2人の本気が見えるんですね。勇気ある。すごい。体格差。ビビって何も動かないからね。優しいんだよ。傷つけたくないんだよ誰も。金梅さんは。いや入れられますけど危ないっすよやっぱり。最初の1分は攻撃一切しないって決めてたの。ホヤにスキー殴らせるって。だからラスト何秒って聞いたのはラスト1分だけ動こうと思った。やってる人同士だと違うよね。動きが全然。弱い者いじめはダメだと思ってるんで、あいつの心意気が見たかったんで、僕は俺を殺す気でやるのか、本気でがむしゃらにやってたと思いますよ。親はいっぱいパターンあるよ。今日あれだよ、ローリングそばと出るよ。ドルさん必殺技出して一個。ほら、東京先輩うまいよ、強いよ、コンパクトなのパンツが。でも今日はなんか調子悪かったね。前回のがすごかったね。ナイス。はい、残り30秒。ドルさんのフリッカーやだよな。まあいいじゃん、心意気で。残り10秒。じゃあ、辰彦さんはなんか今日調子悪かった。3、2、1。あ、やだ。あれ。足気になっちゃうよ、最後ちょっと。前回のやつ見る。前回の。タツヒコさんとドレさん、これで終わりね。前回のマスカーが、前回のやつはもっと見応えあるから。タツヒコさんとドレさんのかっこいいやつね、お見せします。
止まってね。かっこいいやつだ。すごかったよ。もう息を飲むってこういうことなんだっていう。あれ？なんか黒い部分が多いな。ちょっと待って。じゃあ、前回のやつ流します。これくらいかな。ちょっと。あ、ごめんごめん。前回のやつは、これ金梅さん映ってる？あれ？あれ？金梅さんが映ってる？これ違うな。ちょっと待ってね。よいしょ。前回金梅さんが映ってる。こっちか。あれ、ヒカクさん？そう、だってドレスが着ないで。ぶっちぎりでヒカクの呼べるのもったいないです。いやいやいや。いくよ。ドレスさん、これか。これすごい迫力あったよ。ちょっとね、達彦さんがね、本気で言ったんだよね。いくよ。これが一週間前のやつね。体力 あった方で。いきます。これで終わり。声は出動しないよ。オケション。いきます？じゃあ3分。いきます。おめでとう。これはすごいよ。見てて感動したもん俺。技術がすごいから。辰彦さんめっちゃ強い。コンパクトでドレさんも強いけど、もちろん当たり前だけど、これ結構ね、辰彦さん仕掛けてくんだよ。近づかないすごいよ。ほら、この後もちゃんと返すし、すごい、ね、スーパーマンきましたね。スーパーマンのパンチ。こっから打ち返すかんね。ほら、打たせてからそう打つんだよね。打たせてからそう、コンビネーションの終わりにコンビネーション入れるの嫌なんだよ。コンビネーション終わりにコンビネーション入れるのがうまいの。それさ、カメラやれないよ、ね、カメラが逃げるよ。ガードも綺麗だしね。ほら、コンビネーション終わりに狙ってるの。打たせるんだよ。残り1分。牛殺し。遠いもんな。ドレさんはね、どっか怪我してる。大胸筋も切ってるしね。いろんなところもあれだよね。一発重いし速いし、ほら見て、すごいコンビネーションでしょ。見た今の。ほら今も返してるんだよ。ドレさん、ほら怒ってる。ちょっと、あ、ごめん、ごめん、ごめん、間違えた。ごめんね。あれ、ごめん、今飛ばしちゃった。間違えた。この辺からか。めちゃめちゃ速いでしょ。でボディ入れてるし、ちゃんと返すし、辰彦さんめちゃめちゃうまいよ。ドレさんは53歳。キックボクシングでフリッカーの人なんか普通いないんだけどね。ドレさん総合格闘家でちょっと特殊な戦い方するんだよね。2人ともかっこいいでしょ。大好きだよこの2人が。
この二人に教わってよかったよ。間違いねえよ、本当に。ドレさんがね、ちょっと切れるシーンがあるんで、本気になるの、目が。ちょうどドレ、まあ、ちょっと見たいけど、このプロ同士ね。ドレさん、重っ。100人ぐらい見てますよ。そう、市内持つとドレハラさんになるから。重い。残り1分。牛殺し。あー、金的ね。遠いもんな。カウンターでない。後ろにのけぞった。彼女が選んだんだって。奥さんが。奥さんがピンクが好きなんだって。かわいいよね、ピンク。ほら、すげえ速いの。ストレートのコンビネーション。かっこいいでしょ。まあこの時の俺のは見せないけどね、もうボロボロだったから。そうそうそう、これひどい。もこれフルスイングした振り抜かない、止めない。おい、なってるな。手からじゃない、手から足までだぞ。トレさんでもボクシング出身だし、一番最初は終わっちゃうぞ。行かないデトロイトスタイルなんだよ。古い、ほら年代が古いから。そうだよ、当てすぎ、当てすぎ、当てすぎ、ちょっと顔に当てすぎ。しかも通りやね。足喧嘩みたいな。わど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 、聞かれ殺しとけよ。バスじゃなくなる。ブレイク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 、殺しとけよ。ブレイクブレイク。再開します。俺が、あの、熱っぽくてアドレナリン出やすくて、こうなっちゃうんだよ。これダメ。これクレバーになってない。まだ手数出さないで。じゃあ、熱くなっちゃう。おい、おい、下向かない、下向かない。下を向くな。ガード上げて。お前がやるタッチさんだぞ。1分半。体力返せ。おい、くいくいくい、返せ。返せ。そうそう、怪我するからっていうかね、体力もダメだし、結局鼻血出てんだよこれ、うん。まあこんな感じ。一番ね調子良かったのが、自分で納得いってるやつがね、あのこれかな。これを磨いていこうっていう感じだったんだけど、ちょっと待ってね。これかな。今夜はスパーリング。スパーリングどれだろう。あ、これか。経験好き。違うな。ちょっと待って。これだ。ちょっと待ってください。この辺の動きがね、すごい良かったんだよね。自分的にはだよ。わかんないよ。あれ。これか。いくよ。この動きがすごい。あの、自分でいいなって思った。これをもっと煮詰めようと思ってたのが、この、達彦さんとやったやつなんだけど。では、お願いします。ここ3分。はい。これはね、すごい、体が軽かったんだよね。最低でもこの動きしたい。そう。この動きは自分で、なんか近いって思ったんだよね。前に出てるし、引くときは引くけど前に基本出るっていうか、距離感がすごいいいんだよ。自分の距離感で戦えたから。そう、リングだからできなくなってんのかな。ちょっと広いもんねこれ。
これいいよね、この動き、蹴りもいいんだよね、こうなりたいっていうか、そう、カットもしっかりしてるし、さっきの方が良かった、そう、これはこっちの方が良かったけど、いや、コマ送りになってるだけよ、生放送だから。今のは動画だから、コマ数が多いから、ちゃんと撮れてるけど。この動きが良かった。これ動いても息が上がらなかったんだよね。リラックスしてできたっていうか。多分こっちの方が強いよ、うん、スウェーが得意みたいね、なんか。でもスウェーバックはあんまり防御で最終手段だから、パリングとかブロッキングの方がもっと対応した方がいいと思うけど、スウェーバックね、2発避けらんないから最終手段ですよ、ね、よいしょよいしょ、常にレガースつけるんですよ、ほんま。そう、体が軽かったんだよね、イメージ的に。だし息が上がらないし、すげえ温まる感じがして、すごい良かったの。まだいけるっていうか、ジャブもキレがいいし、ほんま、これが俺は良かった、これは動きが良かった、自分でと思うかな。どうしようか。終わっちゃったね、動画。どないする？そう。ジャブ下手になってんだよ。ジャブ、チャンピンとは俺はやってないか。会長と俺。会長と誰がいいかな。会長がやるやつ。会長誰だ。会長。あ、テルチャンピンとヒカルくん見ようか。チャンピンバーサスヒカル見よう。あ、わかりました。いや、わかんない。セブンさん見てないから。判定じゃなくて、なんかダウンの数で決めるみたいな感じだったよ。なんか判定とかわかりづらいから、倒れた数で決めるって。でもね、みんなが思ってるより早く止められるから、格闘技って。え、本番でこれつけるの？つけないってことはもらったら倒れちゃうんだ。すごいよね。ジージャンだからね。いきますよ。おい、上から行け。そうそう、ナイス、いいパンチじゃないか。おい、もういいじゃないか。倒すか、倒すか。おー、ナイス、ケビアン。あ、花火ありがとう。ありがとう。花火ありがとうございます。おい、長いね、ビーチが。肘は禁止、練習では。肘なんか当たったら後遺症残るわ。そうそう。ええやん、オッケー。いけるやん。フックダッキングとかするからね。車だ。あそこから見てない。返せ、返せ、ヒカルくんのフック。返せ、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 返せ。ブレイク、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 ブレイク。いや、練習しないよ。俺の対戦相手よ、じいちゃん。俺はこいつと戦うんだ。ほら。フック、外国軍。おー、ナイス。ヒカル、蹴り返せ。
一番左の黒い服はやっちゃうね。そうそう、Gジャンとやれば。まだあんの？俺3回やんだぞ。俺1分。相手は練習してない、一切。俺に勝つのなんか練習いらないっつって。喧嘩だろ？練習なんかしねえよ。いやだから天性で強いんだよ。いやうまいよ。ああ。いやリーチが余裕がないんだよ。ジャブが相当長いからこれ嫌なんだ。はい。なかなかそうだね。ディフェンスは技術だからね。ブレイク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 もう5秒しか決めない。だから天性の才能で言ったらチャンピンだよ。だからガードとか構えとか覚えたらチャンピン強いよ。7、6、5、4、3、2、1、強くなるだろうね。新やつは歌で出るかな。歌で出る。で会長は会長これか。いや撮影の邪魔だから。ちょっと待って。マジな方でもいいけど。3000人以上見てるから。分かった分かった。そうだね、もうがっつり詰めてプレッシャーかけた方がいいんじゃないかと思っちゃってる。金梅さんのはこれ金梅さんいない日だから金梅さんの 見たい。ちょっと待って、もしあの見たい人は俺の YouTube に全部動画載ってるから、見逃した人は YouTube 登録しといて、下のコメントを表示してあるところにチャンネル登録って書いてあるの。これチャンネル登録したら全試合見えるんで、 YouTube でチャンネル登録してください。あのそうしたら自分であの YouTube で検索できるから。あごを引いたらパンチもらいすぎだから。自分で検索した方がいい。技が多彩だよ。4、3、2、1、5。まあ会長こんな感じ。何分で2分。光バーサス次はどれか3だね。あのね、さっきカズさんね、さっきの人は会長って呼ばれてるリスナーさんなんだけど、あの金梅さんのセコンドです。金梅さんのトレーナー兼セコンド。上下、
上下上下下下下下下下ナイス上下上下ロー、ナイス、大丈夫大丈夫、ナイスナイスナイス、クラッカー、めっちゃね、頑張ろう、ファイト、ファイト、あと何秒、あと何秒、そこの入るときはしっかりだ、金梅さんのトレーナーさん2分じゃないですか、でポジで突っ込んだら下がり屋にローってドレチャンピンって誰、テルチャンピンとドレさんが一緒になってるチャンピオンはいないよ、ドレさんは黒い服の今グローブつけてる人で、ドレさんは俺に技を教えてくれた人ね、今白いグローブつけて戦ってるのは俺の師匠、格闘技を教えてくれた人、タルノファイト、タルノファイト、ファイト、ファイト、ナイス、頑張れ、もう残り1分、残り1分、じゃあドレさんに引き継ぎます、皆さんありがとうございます、もしよかったらアイテムください、皆さんお疲れ様です、お疲れっす、ドレさんに引き継ぎます、和道からって書いてドレさんのところに行く、和道から来たよって、もしよかったらアイテムください、じゃあお疲れ様です、お疲れ、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう